まあ玄米ダイエットからちょっと玄米ダイエットで2キロ太っちゃって 73.8 から3キロか77キロになっちゃって、もうこれはもうダイエットしないといけないなってことでダイエットを始めたんですけど、昨日めっちゃお腹に張りがあって、あ、これ便秘やばいなと思って、でまあその腹指圧してみたら、お腹を指圧してみたら結構腹痛からの便通良くなって、で今日 74.5 キロになったんですよ。だから 2.5 キロ痩せたんで、もう結構ダイエットやる気出たんで、本格的にまあダイエットしていこうかなっていう感じになってます。で、まあ、サラダがめっちゃうまいってことでコンビニでサラダを買って、で、まあ、30円ぐらいのドレッシングを入れて食べたらめっちゃスッキリしてめっちゃうまかったんで、まあ、サラダ1日、2袋分食べ始めました。でさらに今日あった変化が、その姿勢がめっちゃ良くなったんですよ。このまあ一番いいのはこんな感じなんですけど、普段こんな感じでちょっと猫背気味の姿勢だったんですけど、なんか今日は伸びましたね。それまあまあ理由はあるんですけど、その2月ぐらいに交通事故に遭った日が一番僕的に姿勢が良かった日なんですよね。でめっちゃこれ運気上がってるわと思った日に、あの YouTube でね、まあ運転しながら幸運の前触れっていう動画見てたんですよ。で幸運の前触れは逆に嫌なことが起こるとか書いてて、あ、そうなんやと思った瞬間に車ぶつかってきたんですよね。で、まあ、実際謝礼、慰謝料とかでお金は入ってきたんで、僕的には別にラッキーやったんですけど、まあね、やっぱり通院とか毎日2日に1回とか行かないといけないんで、やっぱりその事故した日みたいな感じのこの背筋伸びて綺麗に立ってる状態っていうのはなかなか難しくて、やっぱ気分も落ち込み気味になるわけですよ。でやっとこの3ヶ月ぶりにですね、今日背筋がピンと伸びる状態を取り戻せたという感じですね。やっぱり背筋を伸ばしてるとやっぱかっこいいんですけど、悪目立ちの逆で良い目立ちしちゃうんですよね。普段普通の人ってやっぱり普通に立ってるんでこんな感じなんですけど、なんかやっぱ姿勢がいい人がこう入ってくるとオーラがあるというか、やっぱ目立つんですよね。で僕もその控えめな性格なんで目立ちたくないなっていうことで、やっぱり無意識のうちにこの背筋を曲げてたんですよ。それで背筋を曲げてたんで、そのなんというか姿勢がいい状態が維持できなくなってたんですよね。でもそれは気分が、志が低いというか、自分の気力がすごい低い状態になってたんで、周りの目を気にする、だから目立ちたくないっていう心理があって、一般人と普通に溶け込もうとしてたんですね。もう身長も結構高い方なんで、なんかこんな感じでのけそるようにこう歩いてるとやっぱ目立つんですよね。だからこんな感じでちょっと頭をもたげたような前にやったような状態で歩いてたんですよ。でやっぱ精神的に調子がいいとやっぱ周りの目線とか気にしないんで、やっぱり自分の背筋伸ばして堂々と歩くことができるんですよね。でもやっぱり周りの目とか気にしてる弱い状態の精神状態だと、やっぱり首を前にしてちょっと丸まったような歩き方をするんで、やっぱり精神状態がすごく良くないと姿勢は良くならないってことですね。で姿勢良くして、まあ、背筋伸ばして歩いてるとやっぱり全然違いますよ。まあ例えるならクラブのセキュリティみたいな感じで、なんかだからよく顎を引けって言いますけど、別に顎上げててもいいと思いますよ。堂々としてる状態で背筋伸びるなら、顎を上げたら首曲がっちゃうんで、顎を引いたら首曲がっちゃうんで、だからもう顎ちょっと上げた状態で堂々と歩くのが一番いいと思いますよ僕は。まあそんな感じですかね。だからとりあえずダイエット始めて今 74.5 キロなんで、68キロぐらいまで落とそうかなと思いましたね。なんか1年半前に僕が、まあ、66キロの時にの動画というか写真を見たんですけど、全然顔が違うかったんで、まあ、この動画にちょっと載せたいと思うんですけど、全然違うんで今から、68まで落とそうかなって思ってます。はい、まあそんな感じですかね。とりあえず姿勢が良くなったっていうのと、あと財布の中から小銭をもう抜くことにしました。なんか財布が重くてポケットもなんか財布が分厚いと伸びちゃうんで、だからちょっとストレス感じたんですよね。でまあちっちゃいストレスでも潜在意識的にはすごいストレスなんで、そういうのをどんどん取り除いていこうかなってことで、小銭は自分の家にある小銭貯金の箱に入れていこうかなっていう風に変えましたね。で財布も軽くなって、お札だけでよくていいんで、でまあ財布と背筋伸ばすっていう変化と、あとはサラダを食べる、めっちゃ調子いいですね。もう今日元気出すためにちょっとスタバ久しぶりに行ってフラペチーノ飲みたいなと思ったんですけど、
なんかそれをもう超えちゃって、なんか元気をもらいにスターバックスっていう空間に行こうと思ってましたけど、逆にそれ以上になっちゃったんで、もう行かなくてもよくなりましたね。それ以上になったからもう行かなくてもよくなったっていう感じです。まあそんな感じかな。ってことで、まあ今回はね、ダイエットこれからやっていきますよってことと、背筋伸ばして歩きましょうっていうことですね。堂々とやっていきましょう。精神整ったら堂々と歩けるようになると思うんで、皆さんも頑張ってみてください。お疲れ様です。